の葬式の後片付けとかまだちょっとあれしてて。もっといいやつ買えばいいじゃん。何このロボットみたいなの。いや別にだんだん鍵なんか何しちゃって。なのではあれは実話ですか。小説。こんなんでルイン出たってヒーローになれないだろう。お金もないくせにお小遣いなんかあげちゃってさ。そんなに好きだったんですか。そんなに簡単になりたい大人になれと思ったら大間違いだぞ。ずいぶん儲かったでしょう、私のおかげで。月一度の楽しみはさ。何も遠慮してんだよ、お前。ミズロ買ってやれよ。あんたが壊したガラス直しに来たんです。シャレになんないわ、あなたと人生ゲームなんて。だってママはパパのことが嫌いだから別れたんでしょ。月に一度の父親ごっこでよく言うわね、そんなこと。行こうか。